飛弾軽傾斜、飛台傾斜は、戦車などの装甲を傾斜させることにより、鉄鋼弾などの対戦車砲弾の運動エネルギーを分散させ、反らして引く、長弾させるという概念である。装甲圧や重量は同一のままでも、装甲を傾斜させることで、垂直の装甲より高い防御力を得ることができる。これを実装したものが、傾斜装甲、である。 1920年代に開発されたアメリカのクリスティ戦車やこれを発展させた1930年代のソ連軍の BT シリーズでは車体全面装甲を傾斜させることで薄い走行を補う設計となっていた。試作戦車 BTSV では砲塔、車体ともに全周の被弾軽視を考慮しており続く A-20 や A-32 量産型である t-34 戦車で完成し、その影響を受けたドイツ軍も後に開発したバンターから傾斜走行を採用ている。また、戦闘の経験から垂直な走行で、走行板の傾斜が利用できない場合に走行に、砲撃を垂直に受けた時は貫通されやすいこと、そのような戦車でも敵に対して車に構え、敵眼を斜めに受けることで、 傾斜走行と同様の働きが生じて、対弾性が高くなることが分かった。それらは、戦場の知恵として用いられ、ティーガー・アイの乗員向け教本、ティーガー・フィーベルにも、敵音用のクローバー、車体の12時、3時、6時、9時方向の中に入ると、ティーガーは貫通されてしまう。敵に対するときに、最適な位置は10時半、1時半、4時半。 そして7時半と掲載された、これらは、車体の真正面を12時とし、それぞれ、左斜め、右斜め、後方の左斜め、後方の右斜めに相当する。なお、この敵に向けるべきとされる角度は、ちょうどドイツでの食事の時間、それぞれ朝食、昼食、コーヒーブレイク、夕食に相当することから、これらの角度は、食事時などと呼ばれる。大は、アップズ、 相談頭付け鉄鋼弾までの対戦車砲弾などに対しては一定の効果があると考えられる。しかし、現在主流のアップフスズ、相談頭付け翼安定鉄鋼弾のような高速の、浸透る体が命中した場、浸透る体と装甲が共に、疑似流体化して浸透するため、平行に限りなく近い角度で命中した場合を除き、砲弾を滑らせる効果は得られない。 戦後第三世代以降の戦車である、レオパルト2.90式戦車、ルクレールの砲塔全面複合装甲が垂直で、左傾斜が採用されていないのも、これが理由の一つとされる。ただし、地面に対し垂直でも正面に対しては傾斜しているため、全く傾斜装甲を採用していないわけではない。また、複合装甲に高速セラミックを用いていないと思われる。 M1A ブラムスやヤレンジャー1、2などは、砲塔前面の装甲が傾斜している。一方で、傾斜した装甲は、通常の被弾形視とは逆に、浸透ル体を装甲と直角に変更させる効果があり、このことは、宇宙船のスペースデブリに対する防御への応用に向けても研究されている。ただし、アップフスズのような、長さのある浸透ル体に対しては、装甲に、 十分な厚みがない限り、疑似流体化した砲弾の先端部分に、そのような変更が起こっても、残りの部分は変わらぬ弾道で直進するため、防御に対する効果は薄い。第二次世界大戦後も、特に、ロシア製の戦車は、被大軽視を重視し続けていた。しかし、中東戦争において T-54、55や T-62 が、 イスラエル戦車の放つヒートやアップズにより撃破され、後の湾岸戦争においても多国籍軍の戦車が放ったアップフスズやヘップ、ヘッシュによって T-72 が一方的に撃破された事例があり、現代戦車の手法の前には被大軽視の有効性が薄れていることを示す価値となった。ただし、見かけ上の装甲が厚くなるという利点は変わっておらず、 小口小道だったり低所速の銃弾や砲弾などに対しては有効であるため、この概念は最初からアップ不鈴などからの防御を考慮していな、複合装甲を持たない警防備の装甲車などには有効とされる。SDKFZ251 など、左軽視の概念が取り入れられる以前に開発された車両でも装甲が傾斜しているものがあるが、これらは、 最小限の走行重量で、車内容積を大きくするための工夫であり、防御力の向上を狙ったものではない。傾斜が45度の場合は、約 23mm あれば、見かけ状の厚み 30mm になる。傾斜が60度の場合に見かけ状の厚み 30mm を得るのに必要な厚みは、半分の 15mm で良いことになる。例えば、 走行が垂直な場合に高さ 120cm、横幅 100cm の場所に 30mm の走行防御力を持たせるには320100イコール 36000cm の容積の走行材が必要になる。走行が十五度に傾斜した場合は、見かけ上メートルの走行防御を持たせるのに、フォーミュラートルの厚みが必要だが、この場合には、斜面は、 フォーミュラ 3cm となるのでフォーミュラ 4cm となり垂直な場合と同じ重量となる。同様に60度に傾斜した場合も見かけ上 30mm の走行防御を持たせるのに 15mm の厚みで粒が斜辺は 240cm となるので1.5240、100イコール 36000cm となり垂直な場合と同じ重量となる。 このように被弾軽視による軽量化の効果は意外に少ない上に垂直な走行に比べて車内容積が減少し車内での居住性や作業効率が悪化し作戦行動に支障が出るデメリットが生じる防御力の向上は斜面効果によって砲弾の運動エネルギーをそらす部分によるところが大きいため斜面効果を期待できない攻撃法に対しては デメリットばかりが大きくなるため、現代の戦車では傾斜しない走行が主流になっている。被弾軽視の利点は、走行の厚さよりも、斜面効果、スロープエフェクトによるところが大きい。砲弾が走行版に命中した時に角度が急なほど、砲弾の運動エネルギーが走行版に伝わらずに、砲弾を髪型へ移させるエネルギーに消費され、 走行が十分に厚ければ砲弾は髪型へ弾かれる。走行に伝わるエネルギーの式、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。